それはある温泉旅館の物語。そこにはかけがえのない人たちがいて、めげてもくじけても前に進んで、私はぼんぼりたいんです。そして輝きたいんです。今はまだつぼみだけれど、いつか大輪の花を咲かせられるように。松前お花、東京生まれの16歳、新しい季節が今始まろうとしている。劇場版花咲くいろはホームスイートホーム。悩んだ？迷った？恋した？